ません。そうですね、まだこうブロックの前でボール回しているという状況ですよね。興梠、長澤がこの位置で前に送ってヘッドフリーだ、決めた。先制浦和プロ初ゴールがこの仙台戦、橋岡大事な今日の一戦、先制ゴールを奪いました浦和です。いやよく来ましたね、ここ長澤から中に入ってきた橋岡のヘディングシュートが決まりました。いいクロスが入って完全に裏フリーな状況でヘディングを決めてきました。シュミット・ダニエル、サイズがあるんでね、ワンタッチでこうヘディングしてこないんじゃないかなと思いましたけどもね、うまくこう流し込みましたよね。